JR 貨物 18C 型コンテナは日本貨物鉄道が1988年に製造した鉄道輸送用長さ12フィートの5トン積み有害コンテナである。韓国製の 18C-4802JR 貨物では国鉄分割民営化直後の1987年に 18A 型を製造していたが、 全校を変えることなく容積拡大させるために同形式のコンテナ禁定装置を改良して床面高さを下げたものが本形式である。1988年度に富士重工業、東急車両製造、日本車両製造、進む道の4社にて合計5000個が製作された。そのうちの300個を製造した進む道は韓国のメーカーである。これは国鉄。 JR が初めて海外にコンテナ製造を依頼した例である。韓国製の 18C 型は住友商事が輸入を担当し、国産の1個60万円よりも5から10万円ほど安くなった。しかし塗装の質は悪く、経年劣化が目立った。1989年以降は両側扉に片開きの 18D 型へ製造が移行した。JR 貨物では、 本形式以降、片そばめ扉、側扉に片開きのコンテナを19階形まで製造していない。また、2002年にフォークリフト作業の際のコンテナ内部の肉崩れを確認するため、外反に窓を設置した事業用コンテナへ2個が改造された。改造時、番号表記は元のままであったが、後に窓枠の補強工事等が行われて、2003年度に、 ZX18A 型へ改版している。1999年度以降、19D 型や19回形や 19G 型への置き換えにより、用途廃止、廃棄が進み、2010年度に全廃された。片側扉及び妻扉に肩開きで、外乗り寸法は高さ 2500mm、幅 2438mm、長さ 3658mm、 事一1.4トン、最大積載量は5トン。低床化により、内容積は 18A 型より増大し、18.1立方メートルとなった。本形式までが全長3658ミ、mm、リメートルで製造されている。18A 型と同じくメーカーによって差異がある。側面中央に細い継ぎ目が縦に2本走り、妻扉に補強リブがあるタイプ。 側面が平面で爪扉のリブがないタイプ。韓国製の4701-5000は、脚部四隅にツイストロック式の金具が付属し、脚部の形状自体が国内製と異なる。また、爪扉に補強リブがある。18A 型とは可表樹、表示表示の位置が微妙に異なる。側扉の可表樹、表示表示がより右側に移され、反対側面の可表樹の位置も、 若干右へ移動している。塗装は青22号、コンテナブルーをベースに 18A 型と同じクリームの塗り分けだが JR マークの元に JR 貨物の文字がある点が異なる。ありがとうございます。